さあ次はですね、星野リゾートのワンタカフェっていうね、おしゃれなカフェにね来ました。ここはね、なんかめちゃめちゃおしゃれなカフェらしいんですよ。ここはすごいな、めちゃめちゃ綺麗やな。うん、めっちゃ綺麗やなあ。はい、すいません。あ、すごい。リンクショットして止まっておりますので、よく書き直してお飲みください。はい、わかりました。あ、すごいね。ね、見てください、この。バレバレやな、ここ。はい。サイダー、サイダー。オレンジサイダー。さっきのラムネか。オリオンのサイダーね。めっちゃ落としてるで。ま、うん。うん。すごいね。インラブ。なんかすごいね、ここが。カフェやもんな。すごいね。うん、ね、はあ、すごい海の匂いがする。まあ、こうやってね、室内にもね、お部屋があるみたいですよ。入ってみましょう。ああ、ここ涼しいな。アトラクションになります。モーターパラグライダーに乗りに来ました。どうでしたか？あ、はい。どうやった？面白かった？マジで？よやっぱりステーキって初めて来たんですけどね、なんか仕組みがよく分かってなくて、とりあえず適当にね、作ってみました。あ、すごいね。すげえな。開けよう。はい、いいよ。おお、そう思えない。おお、すごい。何しています。
うまっ。うん。うまごちそうさまでした。すべて完食です。どうでしたか。美味しかった。よし、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。美味しかったです。先ほどね、レンタカー返しに行きまして、今ね、赤峰駅にいます。今夜のお宿の国際通り、この牧師駅まで、じゃあね、ユーレールでね、行きたいと思います。今ね、牧師のね、駅に到着しました。今夜泊まるホテルがあります。最後はロイネットホテル那覇国際通り、海をね、こちらにね、宿泊されています。部屋は429。それなんか反応せえへんな、それ。なんで？ほら。先にね、お子供たちがチェックインしてます。今日のお部屋はこんな感じ。あ、結構広いな。広くした。部屋広くしてくれた。うん、ここが、おお、バリアフリールームやな。すごい。広い。すでに休憩してます。よし。